辰巳くん、大丈夫ですか？当たり前だろう。おめえの攻撃なんざ、手でもねえんだよ。ちと油断しただけだ。本当に平気ですか？音信不通だと聞いていたけど、なぜここに？Yes, I do wonder. ちょっと気分転換に。気分転換にテレビに？何かあったんですか？僕でよければ話を聞きますけど。話なんてねえよ。いや、お前と話したくねえとかじゃなくて、いや別に話してとかでもなくて、とにかく男には一人でテレビに入りたい時だってあんだよ。よくわからないんだけど。しつけえな。俺だって好きで入ったんじゃ。いや入ったんだよ、好きで。そんな顔が真っ赤になるほど大声で主張しなくても。赤くねえよ。おめえが悪いんだろうが。あんな風に。僕が？何の話ですか？いい、言わせんのかよ。あんなん正気なのか疑っちまうっつんだよ。正気って、僕には辰巳くんの方がはるかに、僕のことをナオチとかなんとか。ナオチ？青が！待てよ、正気を失う。幻覚。あ？やはり僕たちは互いに相手が正気を失っているという幻覚を見せられていたんだと思います。だから後から話が噛み合わなかったんだ。幻覚だ。おそらく親しい者同士を争わせる策でしょう。でもだとするとの近くに割り込む能力、僕らについての知識、ここまで揃ってしまうと、やっぱりなんで主催者を気取っている熊くんと久慈川さんはやはり本当の。バカなわけあるかよ。あの熊子と理性は偽物だ。あんなひん曲がった奴らじゃねえ。俺だって知ってんだろ。でも、だとしたら誰が？おう、そういや俺ら以外にも誰か嫌がるみてえだぜ。道すがら見かけた。女だった。長い髪のな。女？その人はもしかして白い毛皮を着て、下には特殊装備の毛皮だ。そりゃハチ公の普通の女子の制服だ。髪型はこう後ろでゆってあるみてえな。結髪の女子生徒、知らない人物だな。わかりました。気に留めておきます。では、僕はそろそろ。待てよ、俺も。って、なんだこりゃ。どうやら勝者しか進めないルールみたいです。後で助けに来ますから。いらねえよ。自力でなんとかするわ。
おめえこそ俺を任しやがったんだ。きっちり優勝をもぎ取ってきやがれよ。それ話が完全にずれてるから。Of course, it is. Well, I've got to say, Naoto kicks some pretty big ass. That sentence. Just leave it. Let's just leave it.まさか対戦者出てこいクマ。キュリジョーさん、君は白金くんか。なぜここに。君は確か参ったな。こんなに早く鉢合わせるなんて。切れたな。こんな場所まで来ているとは。黙して語らずか。自分を偽っている君に他人の真実を下げるプロとは何とも滑稽だな。君は柔和なようでいて、どこか人を寄せつけない雰囲気がある。初対面の時からそう思っていた。はじめは探偵業独特の空気の中で思っていたが、そうじゃなかったよ。君は単純に自分に自信がないんだ。君は自分の本性を隠している。そこに触れられると誇りが守れなくなるのを知っているから。だから誰にも触れさせない。探偵業にかこつけて誰からも距離を取り、実は自分を守っている。そんな君が他人の真実だけは知りたいのか。自己矛盾、アンフェア、肩腹痛いの。エルソナ、言いたいことはありますが、やめておきましょう。幻覚の語った言葉なんか答える意味はありません。Is it an illusion though? I have never seen the shadow operatives act as if they are under an illusion throughout the game.It will be interesting to see what they say after the match.強いな。見かけによらず、荒ごとにもたけるというわけだ。君もペルソナ使いだったとはな。一つ断っておきたい。戦闘に入る前、私が何か君に無礼な言動を取ったかもしれないが。分かっています。互いを戦わせるために幻覚を見せられていた。気づいていたのか。さすがに白金の名は伊達じゃないな。では私も体に関する数々の言葉は忘れることにしよう。しかし
君がペルソナ使いだったとなると推測が2つ成り立つな。一つは君が去年の連続殺人を真に解決した功労者の一人だろうということ、名もなき英雄たちというわけだ。もう一つは君が私の敵対者かもしれないということだ。君は空輸の立ち会い人だったわけだが、ペルソナ使いという人選だったことになる。しかも君はそれを隠していた。ただの荷物番が目的で派遣されたとは考えられない。もし私の指摘が的外れでないなら、君に言わなければならないことがある。白金君、改めて協力を仰げないだろうか。この世界については君に一日の長がある。加えて負けた私はおそらくここを動けない。待ってください、僕を疑っているんじゃ。対立した方が得策か。君が察している通り、我々は強奪された2を追ってここへ来た。調べた結果、中身は対シャドウ特別制圧兵装五式ラビリス、その躯体だと分かった。Ah, fifth generation. So she is, an earlier generation than, Aegis. シャドウと戦うためにペルソナ実装のテストベッドとして開発された機体だ。ペルソナは心の力では？なのに機械がペルソナを？そうだ、ラビリスには精神がある。容姿も細かくは不明だが、おそらく人に近い。強奪事件が起きたのとほぼ同時にこの世界にも事件が。これはただの偶然でしょうか。この格闘大会の騒ぎとそのラビリスとは関係があるように思えます。同感だ。先ほどの協力の件お受けします。急いだ方がいいかもしれません。すまない、君の仲間たちも大変な目に遭っているだろう時に。何も知らずにラビリスと遭遇している可能性も。彼らなら大丈夫です。ラビリスには未知の特殊装備があるとの記録もある。戦闘能力は未知数だ。侮りは。いえ、大丈夫というのはそういう意味じゃありません。心があるんでしょ。なら戦うだけじゃない、救うことだってできる。みんなそう考えると思います。そうか。そうだ、一つ確かめたい。君たちは仲間と連絡を取り合えているか。いいえ、本来は情報系のペルソナを持つ仲間が二人いるんですが、どちらも消息不明で。Just a random thought. I think Mitra's English voice actor is probably one of the better voices I remember from Persona 3. I think it really fits her, Mitra. 実は私にも少しだがそういった力がある。その仲間の容姿など教えてもらえるか。I mean,
overall, I would say that I think the Persona 4 voice actors are pretty good. Yeah, I don't know. I've heard from about the newer games. They have changed out voice actors, and some people don't seem to like that too much. Well, it's all relative opinions. Kuma no kigurumi to shoujo. Moshikashite? Hai. Shusaisha no you ni furumatte iru futari desu. Tada, itsumo wa anna fuu ja. Naruhodo na. Daga, okage de kanji ga gutaiteki ni tsukamete sagashi yasui. Hanno o sagutte miyou.一つだけ離れた場所に反応があるな。移動していない。よし、見つけた。聞こえるか。誰？私は霧城満という。今、君の仲間の白金君と一緒にいる。藤川さん、ナオト君、本物？はい、どうやら藤川さんもそうみたいですね。よかった。変な偽クマに捕まって先輩たちもなんか戦っちゃってるし。大丈夫です、落ち着いて。今いる場所がどこか分かりますか？放送室みたいなとこ。なんか見えない壁みたいのがあって出られないの。ニセクマのやつに見放れてて、ペルソナも使わないし。ああ、だが詳しい話は後にしよう。実は君のすぐ近くにシャドウらしき反応が見える。大丈夫なのか？いいえ、近くにはニセクマしか。こいつが？シャドウか。白金君、早く行くんだ。通信は可能な限り私が維持し、君にも届ける。わかりました。ではお先に。どうぞご無事で。